池庄司富子さん、当時17歳。爆心地から1.5キロメートルの日赤病院の中で被爆しました。看護学校の2年生だった池庄司さんは、戦時中の看護婦不足のため、この頃日赤の小児病棟に勤務していました。8月6日の朝は夜勤明けで、病棟内にいたところ爆風で飛ばされました。意識を取り戻した池庄司さんは、肋骨にひびが入ったまま、けが人の看病を続けました。ちょうど受付に入りまして、もう一人オツシュの方が窓際の方で何かお仕事していましたんですけどね、そこへ主任さんがいらっしゃいまして、私も主任さんっていう声をかけた途端、どういうんですか、火の中に包まりました。もう一面もう人も見えなくて、火の中に包まれたような状態です。で、火の中の自分をあっていう暇ありましたですね。あっていう暇と同時に爆風が来て、くる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 と回されたところまでは覚えているんです。その火の中っていうのはピカーッと光ったんですか？あ、光でしょう。いわゆる光が来たんでしょうね。もう、そうですね、もう自分しか分かりませんでした。光に包まれて。だから火の中に自分がおるようでした。それで自分が気がついた時は地下室の今で申します部屋の前に立っておりました。外来の小児科の患者さんと一緒に、だからいつも外来に通っていらっしゃる小児科の患者さん、小学校の3年生ぐらいだったと思うんですけど、お住所に帰っていました。その子供と一緒に今で申しました前に立っておりました。それが無意識でそこまで降りていったんでしょうね。全然覚えがありません。それでその時に自分が血まみれになってるんですね。たくさんでもないんですけど、頭やら顔の血がたくさん出るもんですからね、白衣の上に血がついてるんですね。それは外来のその子供が拭きなさいって何かくれたのを覚えてるんですよ。チーシでもハンカチでもなかったですけど、今覚えがないんです。かわらしくは拭きなさいって、何だったと思うか分からないんですけどね。で、私外来の方に参りましたら、もう外来ってもうその男は隙間があれば、もう隙間のところ、そうですね、座ったり寝転んだり人に重なり合ったりして、もう最初見た広場の状態以上に患者さんが押しかけてこられました。でもやっとのことで外から玄関の方を回りましたら、もうなだれ込んでくるんですね。で、初めてそこで、わあ、広島全部がやられたように知ったんです。火の手が上がって、もう病院の周囲は全部火がもう回っておりまして、黒煙の中で、ずっと見ましてもみんな黒煙の中なんです、周囲が。で、見えるところは貯金局と日赤だけなんです。あとはもう火の海になっていました。だから道に通って歩ける人なんか、見える貯金局、日赤を見かけて押しかけていらしたような気がいたします。だから今の日赤の広場あたりも足の踏み場もなく人は流れ込んで、もう助けてください、助け、お水を欲しがっておりましたですね。でもお水いっても防空壕の汚いお水しかないし、まだその時は汚いお水でも差し上げたいいう気持ちで、清潔のお水っていうのが私たちは頭にあるもんですから、水道口を探し歩きまして、ちょうど茂さんがいらっしゃるところに水道管が配置しておりましてね、水がこう流れているのが見つけましたもんですから、
器を探そうと思っても器がないんですよね、その時に。でやっと自動車置き場のところで、なんかこうトタンのこう器っていうより水が入るようなものを探し当てまして、でこれであのお水汲んで皆に飲まそうと思いまして、で私のしばらくの間の仕事は仕事というよりも皆さんの要求に応じたのがお水を配って歩くことだったし、飲まして差し上げようと思ってももう口元まで口が開かないんですね。もう粘膜の腫れっていうのは口の外へまで出ますんですね。唇の外へ出てみました。よく子供の時にこんなこと言ったら悪いんですけど、黒人の方がこう唇こう大きく描かれた漫画なんかありましたですね。あれ以上に赤くこう外へこう、ここの腫れより中の粘膜の腫れの方が膨張が早いんでしょうか、口の外へこう広がっておりましたからね。水を差し上げて飲ませてあげるのが苦労しました。でまあ一応鼻の中入ると気道を塞がったらいかんと思って鼻をつまんでもう無造作にこう口のところ流して差し上げたんですけれども、鼻つまんだ鼻がぬるっと皮が取れるんです。人によれば、みんなじゃないんですけど、ひどいやけどの方はもうその時にはもう押さえたところに皮がペロッと取れてました。で今かその時はあまり気がつかなかったんですけど、その以後病院に患者さんが見えるところを見ますと、非常に左側をやられている人が多くございましたですね。顔、はい、顔左側、その水配っている時も考えてみました。左側の顔をされている人が非常に多かったです。でひどい人は耳まで裂けておりましたですね。もう解剖とかで習っておりましたですけどね、洋楽科学のがもう見えている、それで生きていらして声を出してるんですけど、声がもう外へ漏れるから声になってないんですけどね、うめきにしか聞こえないんですけど、やはりお水が欲しがりましたね。もう耳からここまで裂けて、この洋楽と科学のこの歯の動きが見えるその姿っていうのはもう見ておられなかったです。そういう方もたくさんいらっしゃいました。ちょうど夏ですからね、ものすごい暑い時でしたから、もう自分の出た血が腐って変な匂いがするんですよね、体についているのが。で救急カバンに少し着替えはありまし、着替えっていうのも1枚ぐらいのもんですけども、着替えるものがないんですよね。そしてそういう匂いがするより、もう被爆者の方の匂いがプンプンとするような状態で、それあれから何日だったでしょうか、汚れた毛布があるか川でも行って洗おうかなと思って裏の川へお友達と行きましたらね、川はもう見ておれなかったです。ちょうど水が引いておりましたですけどね、もう見ておれなかったです。川の中引いたドブのようなところがもうほとんど人の、皆さん暑かったからみんな川に入った、後で聞いた話ですけど川にみんな入って亡くなった人が多いです。やけどなさったから水に浸り冷たいとこ入りたかったんでしょうね。もう足がすくみました、その時は。池庄司富子さんの証言でした。